新疆は北朝鮮暴発で日本に火の粉っていうのが右なんですよ。それで、はい、この中で、キム・ヨジョンがですね、はい、非常にその最近痩せてると。それでですね、はいはいはい、去る在韓ジャーナリストはですね、はい、祖父や父に行って、肥満体系だったヨジョンが急激に痩せ細ったと。はい、政府に属しているので体を絞ったという人もいますが、韓国の情報機関では、はい、薬の中毒患者だろう。という疑惑が出てると。薬の中毒患者がトップにいたら怖いですよ、これ。ですね。これは、でも可能性高いと思いますね。なんかヨジョン氏は骨格、はい、あ、骨結核という持病を抱えていると言われています。骨結核ね、骨結核、はいはい。症状としては体がだるくなり、活動意欲も失われる、うん。それを改善するため、薬に頼ってしまったのかもしれません。はい、18年のピョンチャン五輪では、彼女はソウルのグランドウォーカーヒルホテルに宿泊しましたが、韓国の国家情報院は、部屋の残置物から覚醒剤を使用した痕跡をつかんだとの話もあります。はい、まあ、これは、分かりません。その話もありますから分かりませんけど、はい、今の薬物中毒に陥ってとすれば、突如としてバリ雑言で韓国を挑発する表現ぶりも理解できようっていうのが、まあ、慎重の判断なんですけどね。そうですね、思いましたね。スイスに留学してる時の写真が出てましたけど、丸々っとしてましたもんね。まあぷくっとしてるんですよね。そうですね、はい、そうなんですよ。やっぱ妙に痩せてるよね最近。確かに多分2人、まあ、あの兄弟は金持ちですからね、で父親もそうでしたし、まあね、やっぱ、一番いいもん食ってたと思いますから。飽食してますからね。飽食ですから、ぽっちゃりしてなきゃおかしいと思うんですよね。それがあそこまで痩せてるっていうのは、薬って言われれば非常にわかりますね。コリア国際研究所長の、僕、室長はですね、はい、今の北朝鮮はトリプルパンチを食らってすっかりグロッキーになってる。最高指導者の健康不安に加え、大統領選を控える米国は経済制裁の解除に応じる見込みはない。そこに新型コロナウイルスが、の蔓延が重なったと。北朝鮮は1月30日に中国との国境を完全封鎖しましたが、これは経済制裁下で唯一の頼みの綱であった中国との貿易を遮断することになっている。そうするとですね、前に朝鮮労働党のナンバー2のファン・ジャン・ヨブさんが脱北しましたけど、彼がですね、はいはい、中国との貿易を6ヶ月遮断したら、金体制は崩壊するとこう言ってた。うん、はい。で、もう中朝国境が閉鎖されて、まもなく半年が経とうとしてる、ね、6ヶ月になると。はい。そうするともう相当、うん、北朝鮮はやばいよと、こういう話ですよね。今でも停電が起きてるっていう話は聞きますもんね。はい。だからね。はい。それでなんか4月中旬にはですね、はい。国債を発行したと、うん、北朝鮮が。はい、国債を、はい、買うやつ、誰と思ったら。誰が買うんだろう、ね。6割は国益を、4割は富裕層に買わせて、強制的に国民が持っている外貨を吸い上げようとしていますが、消化率は 8% ほどで、芳しくありませんと。まあ、それは買わないで、誰も。買わないでしょ。紙くずですからね、どう考えても。紙くずだよ。はい、だけど、北朝鮮で国債発行するなんていうことがあるんだね。そうですね。僕もこれ見てびっくりしましたけど、ね、いろんなリスクあるじゃないですか。流動性もないでしょ、マーケット自体が。ないよ。外国に紙くず、まもなく紙くずになっちゃうんだよ、これ。まず外人が言ってるのはないですからね。外国の人も買わないですし、本当に。買わないよ、こんなもん。何が買うんだ。そうそうそう。なんか10年くらい前に北朝鮮、投資するなら北朝鮮だって言ってたジム・ロジャースはこれをどう捉えてるか聞きたいですね。ああ、でもいいね。最近ジム・ロジャースの本出て、なんか、本屋に並んでますよね。そうですね。まあ、日本が破産するとか言いながらも、日本株買ったりとか最近してますけど、ジム・ロジャース。はい、もう今、ジム・ロジャースがあの時北朝鮮に投資したって言ってたんですけど、今頃紙くずになってるんじゃないですかね。本当に。龍谷大学の李相哲先生、はい、連絡事務所を爆破して、さらには文大統領を批判するビラを韓国側にまくと言っていますが、はい、一時的に鬱憤は晴らせても現状を出すというには全く意味のない政治的行為です。で、彼女が致命的なのは軍隊経験がないこと、うん、北の最高指導者はすなわち軍の最高司令官、
120万人の軍人が司令官として認めるのはかなり厳しいと。仮にジョン氏の後継となっても結果を出さなければ白頭山の決断を守りきれるかは甚だ疑問ですと、はい。重村先生なんかは、はい、女性だから、はい、軍が絶対にその、はい、トップとしては認めないと。ああ、そうでしょうね。こう言ってましたね。はい。そうだと思いますね。あのこれまでの朝鮮半島での女性の地位っていうものを考えたら、はい、そうなんですよ。はい。特に北はね。そうすると、まあ結局あれですよね。軍のクーデターか、はい、内乱かと。はい。そういうことになりそうになったら、今度は中国が介入してくるでしょう。そうですね。出張ってきますよね、当然ながら。親中政権を作っちゃう。そうですね。っていう感じですよね。そうですね。その時にトップを誰にするんですかね。で、もしこれが内乱が起きたらですね、近代制の下で人民を取り締まってきた秘密警察などが、住民からの迫害を逃れるため、難民として日本に逃れてくる。これは、その通りでしょう。これは困っちゃう。これで一般の人はね、その船もないからね、はい、あるいはあってもボロ船だからね、うん、日本にちゃんとつけるかどうかもわからないんだけど、はい、彼は立場上高性能の船を使えるとか、はい、だから容易に日本海岸に漂着してくると。秘密警察の弾頭が難民に紛れてやってくる。まあそうでしょうね。その数は、2万5000人。北朝鮮の約、2500万人の人口の 0.1% でも2万5000人ですからね。これはやっぱり大変ですよね。はい、そうですね。でもこれは絶対に阻止して、船に乗せて送り返すか、なんかしないと、だけどもう日本の海岸線はほら、長いし複雑だからさ、はい。そうですね。全部見合ってるわけいかないからね。そうですね。本当に。これ大変ですよ。これもし本当に来たら。はい。うん、でもそこは、その、日本の漁民にお金出して、なんか、見つけたら、警戒させると。いくらとか、そういうふうに、その、漁業をしながらも、協力してくれっていうふうに、するとか、なんかしないと、ちょっと、海上保安庁とかだけじゃ全然無理ですからね。はい、まあ、そうですね。足りませんからね。はい。はい、軍事ジャーナリストの黒井文太郎さんは、こう言ってます。北の恐ろしいところは、核保有国なのに国の体制が不安定なところにつきます。国の体制が不安定な 国が核持ってるんだから、これは怖いですよ。そうですね。まあそうだよね。はい、実戦配備が近いと言われる潜水艦搭載型の弾道ミサイルです。BM を撃ってくる可能性もありますと。SLMBM は潜水艦に搭載されているのでレーダーの捕捉に引っかからない。日本海に沈んで隠れられたら発見が難しいため、存在自体が脅威です。飛距離は2000キロ前後しかないので、北が混乱に乗じて、アメリカに届かないなら日本に撃ってしまうとなる可能性が、危険性があるって言うんだけど、まあ、怖いですね、これ。そうでしょうね。もし潰されるなら、やろうって思う可能性は全然あるでしょうね。連絡上爆破して、はい、あの映像を見るとさ、はい、結構衝撃的ですよね。重村先生に言わせると、はい、キム・ジョンウンは死んではいないかもしれないけれど、もうなんか寝たきりなんじゃないかと。なるほど。その動けないんじゃないかと。うん。いうことを、予想してましたけどね。なるほど。ずっと全然出てこないしね。そうですね。おかしいですね。で、ヨジョンばっかり出てきてね、爆破するって言ったら1週間後に爆破してるわけでしょ。はい。そうですね。だからね。すぐでした、ね。うん。いや、何の作戦もないような気もしましたけどね。で、これ爆発したり、そう、なんか。爆発したら何なんだと。そう、あと、スピーカーをね、置いたけど、スピーカーやめたり、はい、それから、軍を配備するとか言ったりとかしてるけど、なかなか。なんとかとか言ってましたよね。そう、いろいろ言ってたけど、できてないじゃないですか。なんか、ごたごたしてるんですね。はい。うん。だって、できないでしょ、ドローンなんてね。まあそうですね。あと、スピーカーも置いても、なんか、北朝鮮のスピーカーって古いから、なんか1キロぐらいしか声が届かないらしいんですよ。だから、あれ、国境線のところって2キロ、2キロありますか、4キロありますから。なるほど。まあ、それもきついし、あと。北朝鮮の、はい、人民だけ聞こえるわけね。そう。それ笑いますね。そう、笑えるし、あとあのスピーカーで罵ったところで、韓国人なんて、普段からその罵り合いやってるわけですから、与党、野党でね。だから、北から何か言われても、なんか別に、言論の自由がある国だから、一応ね。だから、そういう意味では、
それ言われたところでっていう感じじゃないですか。はい、うん、まあそうだね。逆は嫌でしょうけどね。社会主義で、うん、共産主義で、うん、そこにいろんな、あの、情報がね、うん、来たら、兄弟のね、情報とかが来たら、それはそのビラは嫌でしょうけど、うん、ムンジェインの秘密なんていっぱいあるでしょうからね、もう。そうですね、韓国国内に十分に。こういう企業もさっとこの、やるところが慎重らしいなと思うんですよね、これは。一番の情報は、この、うん、やっぱ、キム・ヨジョンが釣りをやってるんじゃないかというね。はい。これはでも、うん、実際本当に痩せてますしね。痩せてるよね。はい。不自然です、ね。それでまあ